さあ、お待たせいたしました。リブを始めたいと思います。松田健介、新田、木花、木下
業務連絡なんですけど、すいません。生ビールを…すいません。この状況で、いつもなんか居酒屋の雰囲気で、いきなり話し合います。インターバルなんて飲んでたね。飲んでた。インターバル長くてさ、結構いい感じで、誘い水になってしまいます。リハが終わってからまずいっぱいもらってしまいました。着てこの格好がすごいですね。いつも普通なんか居酒屋とかここで試練を与えたまえというね、やっぱり賛美歌ですね、これですね、それをちょっとお伝えで、スピーチを作っていきたいと思います。Storm, so late.
先ほども第1部なんですけれども、マグノリアというちょっと高い曲、そんな上とかっていうと、あったかい、国が例えば、キューバとかカリブ海の、島々なんて、なんかすごいふくよかな音楽がたくさんあるんですけども、それラテン系ですかね、そのものがすごい大好きで。ブルースなんかも好きなんですけども、そのちょうど中間にあるアメリカのこの南部にニューオーリンズってあるんですね。でニューオーリンズだとブルースの盛んですけども、すごくそういうラテンミュージックというか、こうカリブの、ニューオーリンズがプンプンするような、音楽がたくさんあるんですけども、大好きな、街なんですが、そこの街でこうもう街ぐるみでこう独特サービスする、祭りがありまして、マルディグラという世界三大お祭りなんでしょうかね。リオのカーニバル、マグリグラム、サンジャー祭り。うまい呼び方でした。そのマルディグラっていう、もうそれはそれはもうみんな仮装して、バンチャー祭りして、もう本当にそれから髪吹雪が舞うような、行ったことないんですけど、きっとそうだろうなって思うわけなんですけど、ぜひぜひ行ってみたいなと思っている、祭りなんですけども、まあまあそういう歌ですね。 Take me to the Mardi Gras、 マルディグラに連れてってよ、マルディグラに行ったらきっと心がなんか爽やかになるでしょうという、そういう曲を作る曲、爽やかな、曲です。 Take me to the Mardi Gras。Where the dancing is.
Oh,
南から風を
静か。
熱狂的にいただく人もね。カズ、シータ、ジマナって非常に紹介しやすい名前で皆さん覚えやすいと思うんで、ぜひぜひ初めての方は覚えていただきたいと思います。シータ、アルファベータシータってありますね、記号が、そのシータです若干扱いが雑になりたね、非常に珍しい名前だと思いますけど、シータ、シータですね、もうカタカナでシータといて、その記号がついてますので、はい、どこかで検索なんかしてもらえると、大体なんかこう数学の数式とかなんか大体出てくるんですけど、あと最近顔文字がいっぱい出てきます。なんか、はい、シータマークが口に例えられてて。まあ、それをこう、ね、ちゃんと頑張って検索すれば、この人もたどり着くと思います。絡みついてきてください。パンダショー、基本ドラマーなんですけども、このセットだとドラムというよりはこういうパンダショーということで、カホも今日出店機電車に乗って、ね、あれはなんかラスの時は相当みんなに目を届かれるんですけど、ね、結構最近はよく行ってます。ここもね、彼はよくライブだったりして、同じようなところなんですけど、素敵な、かっこいいですね。もう顔がかっこいいですね。イケメン、今日は美男美女が揃っちゃって、もうなんかどうしようかと思っちゃってます。リゾネイタープレイヤー、ね、非常に一部でも言ったんですけども、音だけ聞くとなんかおっさんがやっとるかっていうぐらいの、本当に借りた味わいというか、まあでも非常にすごく嬉しい方です。それも変な当たり前ですよ、でも本当にね、すごい、この人のギターは先ほどのこのシータの付き直さというのはピアノの曲でずっとこうコード進行がこう複雑に絡む曲なんですけど、この人はボトルネック用でやってるんで、オープンチューニングでやってるんですね。で、ちょっとオープンチューニングを説明すると長くなるんですけど、違うんです。普通の意味だと違ってまして、マイナーとかそういうのすっごい難しいんですけども、よくちょっと世界広しという、なかなかこういうことをやる人も珍しいと思うんですけど、そういうかなりレアな少数動物ですよ、ね。隙間さんにやってます。はい、千原です。ありがとうございます。で、自分の紹介をちょっと物販のことの紹介も含めてやります。今日アルバムを持ってきました。でそのアルバムっていうのが、ライブアルバムで結果のことを、いろいろ手伝ってもらっています。町田ベースでフィーチャリング千原という形で出してますので、もう前期の彼女が、手伝ってもらってるんですけども、中央線ボヤージという、ボヤージつまり壮大なこと、世界旅行とか宇宙旅行のことをボヤージつまり、その前がついにローカルの中央線っていうのを作ってしまいました。その対比が面白いかなと思ってますけど、あまりそこら辺を受けてくれる人はなかったです。その中央線ボヤージという、のを持ってきました。今日のところ、1625円1600円お願いしたいと思います。アメーバです。ぜひお買い求めいただきたいと思います。はい、私の CD を持っています。一番最新はボサノバパーラーというカバーアルバムで、皆さんご存知の曲も何曲か入っているんじゃないかなと思うので、はい、全部私の声でボサノバアレンジにされて
新旧いろいろな名曲を取りますけど、テーマは全部冬に違うの。そうですね、もう春ですね。春ですけどね。でもボサボサですから、夏もいいかな。はい、でも名残雪とか入ってますから。入ってますね。だからかあのその、アルバムの名盤ですね。皆さんちょっと手に取って見ていただいて、あこのダメだったらあのぜひあのお近くに聴いてみたいという方はぜひ聴いていきたいと思います。ジャロちゃんもあのフライヤーを今日わざわざ持ってきてます、はい、CD もあのアマゾンで買っていただくので勝手に買えるみたいな感じですさあ、では、ちょっとその、千代瀬小屋寺の中にも入っている曲を、僕も大好きな、ラテラーに聴いてみたいと思います。クレイジーだ。Yes, sir.